鎌倉殿の13人の粛清シーンを今日はペリー荻野さんと浅木邦子さんと3人で、いろんな出来事とか今後の話なんかもさせていただきました。西田敏行の後白河法ですよ。頼朝早くここから出してちょうだいよ。なあなあ、後鳥羽上皇が承久の乱を起こしますよ。私の孫がね。どうなるんでしょうね。畠山重忠はどうなっていくんでしょう。坂井正人さん風の山並圭介風なんだけども、自分の意見のない、畠山重忠、中川大志さん。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。自分の意見がありませんよ、ね、そして三浦の吉村。おい小四郎、ようやく三浦にも運が回ってきたな。この人も最後まで生き残ります。鎌倉は本当三浦の吉村で持ってるんじゃないです。おお、俺はアユが大好きなんだよ。リクが大好きなんだよ。このアユがよ。おお、この俺は、おい、弓矢にも使えるな。ありがてえ。いろんなものを、お中元、お世話もいっぱいもらってんだよ。執権様、あの、おるんだかよ。北条時政さん。父上、私はそうは思いません。上級の乱は私が仕切ります。太郎、六原に行ってくれなんてこうあるかもしれませんけどね。あと誰がいましたかね。鎌倉殿の13人の粛清シーンでした。